神戸市が進める須磨海浜水族園の再整備計画をめぐり、市民団体が今日、計画の見直しを求めてパレードを行いました。パレードには、須磨海浜水族園の再整備計画の見直しを求める市民団体、須磨水族園を考える会のメンバーなど、およそ40人が参加しました。須磨海浜水族園は民営化が決まっていて、今年9月、シャチの飼育や新料金などが盛り込まれた新しい水族館の計画案が示されています。メンバーは料金が大人1300円から3100円に値上がりします。気軽に行ける須磨水が続くよう声を上げましょうなどと訴えました。リニューアルではないんです。もう須磨水は潰れてなくされ、市民の手から離れてしまう。で、それをまず知ってもらうということですね。須磨水族園を考える会は先月7000人以上の署名を神戸市に提出しています。